き合っているにもかかわらず彼があなたと会おうとしないのにはこんな理由があるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。彼があなたとお付き合いしているにもかかわらず会おうとしない、一体なぜか、その時に彼は何を考えているのか、そんなことを疑問に感じる方少なくないかもしれません。今日はそこで付き合っている彼女と、ね、会おうとしない彼の心理について5つのポイントからご紹介をしていこうと思います。ただこの話はね、実は今日が初めてじゃなくて、これまでもね、ずいぶんこのチャンネルの中ではやってきました。こういう動画なんかもね、最近ご紹介差し上げたかな。まあ男の人ってね、割とこういうところがあったりするよねと、こんなお話ですね。まあこのあたりの話もね、ちょっと合わせて見ていただければいいんだけども、まあこちらにね、画像が出ていて、こちらにリンク先が出てるんでね、まあ、こちらの動画を見ていただいたりとか、今申し上げたようにね、このチャンネルの中では、まあ、この話はね、何回目だっていうぐらい、何回もやってる話なので、チャンネルご登録いただいてね、他の動画と合わせてご覧になっていただければいいんだけども、まあ、それでもね、やっぱりこの話っていうのは尽きないというか、やっぱりこういつもこう男性がね、会いたがらなくなってしまうこの問題って一体どういうことなんだということについてね、まあ疑問を感じる方、絶えないということで、改めて今日もねその話をしていきたいと思いますが、もちろんここでご紹介差し上げるお話のすべてがね、あなたと彼とのケースに当てはまるかというとそんなこともありません。まあ、なので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションの方にお越しいただければ、あなたの状況や環境、そして心の状態なんかをお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。リンク先が下の説明欄、概要欄の方に貼ってありますから、そちらの方から飛んでいただくとか、こちらにもねリンクが出てますので、ね、こちらの方から、ホームページに飛んでいただいて、まあ、内容をご確認いただいてね、ご希望の日時にお申し込みくださいませ。ということで今日は男性がね、また彼があなたと会わない時の心理についてね、その理由についてご紹介をしていこうと思います。なぜ彼はあなたと付き合ってるのに会おうとしないのか、その理由の1番目はこちらです。はい、他に用事があるからなんですね。何を言ってるんだっていうふうに、思われるかもしれないし、まあそれはおっしゃる通りだなとは思うんだけど、でもしょうがないじゃんね、本当にね、他に用事があるんだからね、仕事の問題とかね、まあ家で洗濯しなきゃいけないとかね、掃除しなきゃいけないとか、まあいろんな用事があるわけさ。みんなね、そこそこいい年して、ね、まあ日常生活を送っていけば、まあいろんなものを抱えてるわけよ。あなたも抱えてるし、彼も抱えてるの。で、あなたと会うことだけが彼の人生の全てじゃないわけだから、まあ、あなたもね、あなたでやんなきゃいけないこといっぱいあるでしょ。彼は彼でやんなきゃいけないことはいっぱいある、それをやってるだけの話なんですね。だから彼が別にあなたと会わないのはあなたが嫌いだからとか、あなたを避けてるということではなくて、単純に、掃除しなきゃいけないからとかね、まあ、家帰ってゲームやんなきゃいけないからとか、家帰ってね、まあなんかアマゾンプライムでね、海外ドラマ見なきゃいけないからとか、まあそういう理由があるわけで、まあそういうことなので、それ以上のことはないんですよね、ほとんどね。だから、あんまりこうそこでね、彼の気持ちはどこにあるかどうかっていうことは考えても意味がないかなと思います。まあ男の人ってね、まあ大体そんなもので、彼が考えてることっていうのは大体こういうことですよねっていう話は、これもね、関連する動画でご紹介差し上げてるんですけど、まあ、そんなにあなたのこと考えてる方はね、実はあんまり考えてなくて、他にやんなきゃいけないことのことを考えてることの方が多かったりするんでね、こちらに画像が出ていて、こちらにリンクが出てるんで、まあ、この話なんかもね、見ていただくと分かりやすいと思うんですけど、だから、ね、あなたが嫌なんじゃないですよ。あなたと会いたくないんじゃないんです。単純に、掃除をしなきゃいけない、洗濯をしなきゃいけない、ゲームをやんなきゃいけない、明日の朝までの会議の資料を作んなきゃいけないとかね、まあ、そういう理由、ただそれだけと、いうことでした。じゃあ2番目はね、どういう話になってくるかっていうと、こういう話ですよね。優先順位がやっぱり下がってるんですよね。これもね、ある意味仕方ない。いや、だってさ、そんな掃除とか洗濯あるのはわかるよ。でもね、お付き合いし始めた頃とかね、まあお付き合いする前に関しては、あんなに頻繁にね、会ってくれたじゃないか。私に家来てくれたし、私も彼に家行ったし、まあ一緒にね、どっか旅行行ったりでもすごくしたのに、なんで今は、あ、そういうことをしてくれないんか。それは愛が冷めたからじゃないかっていうふうに、まあお考えの方もね、これも少なくないと思います。しかし違うんですね。彼はもう、
あなたが自分のところから離れていかないということが完全に分かったんで、もうね、あなたに対してそこまでエネルギー注がなくてもいいんですよね。つまり最初にあなたに会っていたり、あなたと旅行に行ったりとかね、あなたの家に行っていたのは、あなたをまあなんとかね口説いて自分のものにするために、あなたが逃げないようになんとかね自分のところにつなぎ止めておくために一生懸命そこに力を注いでたんですよね。その時は優先順位はあなたが一番だったんですよね。まあ多少他のことのエネルギーを割いてでも、あなたをつなぎ止めておくため、あなたの気持ちをこっちに向くためにそこに力を注いでた。しかし今はねもう逃げないから、もうじゃあいいや、じゃあとりあえず他のことをねゲームやろうとかね、じゃあ掃除しようとか洗濯しようっていうふうに、まあそんな風になってしまっているということで、だから別にね、彼が最初の頃がね、だからそういう意味ではおかしかったんですよね。最初の頃が彼にとって、非日常で、今が日常なんですよね。だから別に会わないことが悪いわけじゃなくて、まあ彼にとってはまず優先順位が下がったことが悪いわけじゃなくて、彼にとっては日常に戻っていて、そして日常のルーティンの中にあなたがねもう組み込まれてしまったと、あくまでも彼のルーティンの中にですよ、ということなので、それはあなたのことが好きだからとか嫌いだからとか、まあそういう話とはね関係ない話ということになるのではないでしょうか。さあ、と言っといてなんなんですけど、逆にねこういうことも言えるわけですよね。3番目、あなたのことが好きだから会わないんですよね。好きだから、どういうことっていうふうにね、好きだから会いたいんちゃうのっていうふうに思うかもしれませんが、いやもう好きだし、もうその関係が成立していて、もうあなたがね、ここから逃げていかないし、まあ、俺のこと好きでいてくれてるっていうのも分かってるし、まあ俺もこの人のこと好きだし、だったらこれ以上会う必要ないよね、だったら別にね会わなくたっていいんじゃない、別に会わない間にも別にね、それで関係がおかしくなったりするわけじゃないし、別にね、俺あなたのこと嫌いじゃないし、いいじゃん、なんか問題あるのみたいなね、いや何を言ってるんだと、ね、好きだからこそ会いたくなるんでしょ、好きだから一緒にいたくなるんでしょ、好きだから会う頻度をもっともっとね増やしていきたいって思うんでしょっていうふうに、まあおっしゃるあなたの気持ちもね分かる、まあおっしゃる通りその通り、しかしねそれはあなたの主張であって、まあ彼の主張はねまた違うわけですよね。いやだからそれもね分かるよ、でも俺は好きだから会わなくてもいいと思ってるんだ、好きだから今の距離感でもいいと思ってるんだっていうふうに、まあ彼の言い分としてはねあったりするわけですよね。だからそれは嫌いだから別れたい、嫌いだから会いたくないではなく、単純に好きだからこそ会いたいんだっていう、会いたくないんだっていうかね、会う必要を感じていないんだと、まあいうことも普通にありえるので、まあそれはそれでね、組んであげていただいてもいいのかなと思います。さあそして4番目です。ただね逆にこういうこともあるから、これはこれで要注意をした方がいいよねっていう話、会うとやばいから会わないという時ですよね。会うとやばいってどういう時かというと、まあ、あなたと会うと彼にとって不利益が生じるということですよね。まあ何をもって不利益かっていうのは人それぞれ違うんでしょうけど、例えば彼がねあなたからお金を借りていて、あなたに会うとお金返せって言われるとかね、またもしくは彼がいや俺は奥さんと別れるんだっていうふうに、まあ、言ってるにもかかわらず全くね、別れていないから、それについてあなたからツッコミが入るとかね、何でしょうね、こう街で他の女と歩いてるところをあなたに見られたりしたことがあってね、それについてお説教されるとかね、まあ彼にとって会うこと自体が不利益になってしまうから、ちょっと今は会わないとこうとかね、だからまあもっと言うと、もうね究極彼があなたから完全に別れたいと思っていて、でにもかかわらずあなたがそれを拒んでいてね、拒んでいるから、まあそこはねお互い合致しないので、会うと喧嘩になったりとか、また復縁するだしないだでね大騒ぎになったりするから嫌だなと思って会わないとかでね。ただこの4番目の話に関してはその前後の話の流れからわかるじゃないですか。もうね前後の話の中でこの人絶対逃げてるよねということがもうはっきりとわかることだから、それは逆にね不安にならないとは思うんですよね。別の不安があってね、ちゃんと金返してくれるかなとか、まあ復縁してくれるかなとかね、奥さんと別れてくれるかなとか、そっちの不安の方が大きいわけで、まあ、彼が会わないことに対しての不安というよりは、ね、単純に彼が逃げている問題にもどう解決していくかという不安の方が大きいと思うので、まあ、そんなにねここでのテーマとはちょっと違うかもしれませんけど、まあ、彼が会わない理由としてはね、まあ、そういうこともあるよねというお話でした。さあそして、最後5番目ですね。はい、それがねやっぱり彼の習慣だからなんですよね。まあ男の人の習慣っていうのはね、まあ大体ねパターン化していて決まっているんですよね。あなたの
習慣と彼の習慣、そもそもやっぱり違うわけですね。あなたにとってみれば好きな人とは例えばね週一会わなきゃいけないよっていうふうに、考えてるかもしれない。しかし彼にとってみれば、いや好きなお相手だから週一まで行かなくても月一会えればいいんじゃないのっていうふうに、まあ、思っている可能性もあったりするわけですよね。だからまあ1番目からね4番目まで言ったように、まあ、いろんな事情があるんでしょうけど、まあ、その中でもやっぱり一番強烈なものとして、まあ、彼の基準として合ってるっていうことなんですよね。あなたは合ってない、会えてない、会ってくれていないっていうふうにあなたは思うかもしれないけど、彼にしてみれば、いやいや合ってんじゃんよ、なんでこれで少ないって言われたら俺どうすればいいんだっていうふうに、まあ、考えている可能性もあったりするわけですよね。それはお互い求めているものが違うわけで、そこはねやっぱりコミュニケーションで穴埋めをしていくこと、まあ、譲り合い、また、まあ、歩み寄りっていうところによるなるんでしょうけど、まあ、そこは埋めていくことができる範囲の話だから、まあ、そのあたりのことはね、もう本当に好き嫌いという次元の話じゃなくて、単純にやっぱりコミュニケーションの問題でね、やっぱりお互いの要求を言う言わないとか、思ってることをね日頃からやっぱり言葉にして積み重ねているかどうかっていう、そういう話になってくると思うんでね、まあ、そのあたりの話はまあこのあたりの動画でもご紹介差し上げているので、なんとなくねこう自分の期待感だけは相手に押し付けて、自分の期待と違うから、ね、好きじゃないんじゃないかとか愛してないんじゃないかみたいなね話をすると大体話はややこしくなると。まあ、こちらにその画像が出ているので、まあ、こちらにね、リンク先も出ているので、まあ、こちらの話を、ご参照していただければいいんだけども、別に彼は合っていないんじゃなくて彼基準では合っているということですよね。だからあなたの基準で期待を下回ってるんで合ってくれていないと思うかもしれないが、彼は合ってるんだということも、まあ、これもね往々にしてよくある話でした。さあということで、1番目から5番目までざざっとご紹介を差し上げました。あくまでもねこう男性の一方的なこう、ね都合ということでお話をさせていただいているので、まあ、女性の側からしてみるとね、いやもうとんでもないとふざけんなと、だから男はねわがままで自己中なんだというふうな、まあ、見方や考え方はあると思います。まあ、それもねおっしゃる通りその通りだなとは思うんだけども、一方でね、男性からしてみると、いやじゃあ本当に好きなんだったら自分のこういうところをね尊重してくれよっていうふうに思ったりもするわけですよね。ここを壊すような女は自己中でわがままだっていう話も、これは成立しちゃうんですよね。じゃあどうすればいいか、そこでねお互いがお互いをわがままだとかいう話をしてたら、まあ、関係なんか成立しないわけじゃないですか。だから繰り返し言うようにね、やっぱりこう歩み寄りと、譲り合いというね、もう当たり前のことですよが、人と人との関係だから、その歩み寄りがなければ成立なんかしないんですよね。逆にもう全くね歩み寄れる余地がない、まあ、あなたが歩み寄った、そして、彼が全く歩み寄ってくれないとかね、逆に彼が歩み寄っていて、あなたが全く歩み寄る気がないっていう話であればば、まあ、それは残念だけどご縁がなかったっていうことで、まあ、お別れするしかないよねっていう話になっていっちゃうじゃないですか。だからそこでねお互い歩み寄れる関係だからこそ、その関係っていうのはそれぞれね違う個人同士、違う、ね、性別の人間同士が関わった時に、まあ、その関係をね、豊かで幸せなものにしていけるかどうかっていうところの違いになっていくのかなと思います。そして、逆にね本当に歩み寄りができないっていうことが分かっているにもかかわらず、その執着が手放せないというかね、それでも関係を終わりにできないというのは、それはそれで今度はね、あなたの問題ということで、あなた自身がなぜそこに執着をしてしまうのかということについて、彼がどうこうじゃなくてね、あなた自身の問題として考えていかなければいけないことじゃないかなと、思います。まあ、そのあたり、ねまあ、彼との関係をちょっと改めて、理解していただく上で参考にしていただけるようであれば参考にしてみてください。現場からは以上です。